はい、どうも、視聴者様の笑顔が私の生きがい、高校サッカーフェチです。今回も私が今年注目している高校年代サッカープレイヤーを厳選してご紹介したいと思います。今回からはセンターバック編ボリューム1です。チェイス・アンリー3年少子高校プリンス東北米国ハーフの怪物、個人的に高校のディフェンダーでは関川行真以来の衝撃を受けた選手。単発が常識の高校サッカーで1年から派手なアフロをまとい、その見た目負けしない、そして名前負けしない圧倒的な身体能力あふれる守備を見せる。特にヘディングの強さが圧倒的、フィード力も高く、今年の高校ナンバーディフェンダーは彼だと思います。どこの J クラブに行くかにも注目です。アピッチ・アキラ3年浦和ユースプレミアイーストイケメン、今年の浦和ユースの守備の要。まだ情報が少なくてどこのハーフかわからないが、恵まれたフィジカルを生かしたヘディングとコンタクトの強さで相手ファードを潰すことに長ける。昨年は全く出てなかったので、ここからの成長曲線が楽しみです。増田健翔3年横浜 FC ユースプレミアイースト、なぜ代表に呼ばれない。抜群の体重の強さ、クレバーなカバーリング、そしてビルドアップに優れたキャプテン。昨年は2年生ながら守備の要としてプレミア昇格1年目で優勝に貢献。ちなみに2018年は神奈川県一部リーグでした。1年生から主力の逸材はトップ昇格なるか。土橋光也2年浦和ユースプレミアイースト、ハイスケールな大型レフティ、すでにトップでプレーしている工藤光太に代わってセンターバックの主力に定着。ミッドフィルダー登録なだけあって、左足の高い技術とパスで攻撃の組み立てに優れます。少し細身だが競り合いに強く、高さもあります。アンダージュニア代表に抜擢されるなど評価急上昇中です。大野拓人2年佐賀東高校佐賀県一部、ポテンシャル抜群のレフティ、昨年は1年生ながら全国選手権でスタメン。細身だが対人強く、左足の高精度のパスも光る期待のセンターバックです。見つめ合うと素直におしゃべりできない。なんか風がほとんど吹いてないのに、あの波はすごい強いんですよね。